重大発表、重大発表、重大発表。そう、宅配員がね、今すごいネタ持ってくるんで。ご報告がある。えっとですね、さっき西岡からも。あの重大発表は多分昨年 そのアンケートの中で、電動、電動出ます。皆さんのボリボリ2番目にあった純正オーディオのとある桜井屋さんと交渉してまいりましたけれども、電動の ND が出ます。やはりその電動の ND、ND を専用するというところで、Ladies and gentlemen, welcome to Neko Niwa Channel。じゃあ最後に一つ、そのロードスターならではで作ろうと思ってる構想の、まあ、グッズ、今話せる範囲でどんなものをやろうとなさってるか。え、ペダルカー、それは、え、あの、そうですね、ペダルカーは完全これはちょっとマツダオリジナルっていうわけではないんですけども、ちょっと協力させていただいて、電動の方ですけど、電動タイプのこのペダルカーをできれば35周年限定車のカラーリング、これ今喋ってるの全部僕の頭の中だけ。嘘です何にもあの公式に決まったもんじゃないですけど、ぐらいで出せればいい。なんかこういう ND の、はい、ND、はい、こういうお子様が乗れるような電動でも、はい、電動でドアも開くんですけど、はい、それじゃあ軽井沢で今ペダルカーレースやってますけど、じゃあ、 あの、まあ、クラス分けして、今度じゃあ ND の電動お子様カークラスでレースして、ね、はい、電動で、まあ、改造をしてみたいな改造すると舗装が受けられませんので、それはまあ我慢していただいて、そうですね、ちょっとじゃあね、あのレギュレーション作りも含めてスタッフも準備して考えておきますので、じゃあ車両の提供を楽しみに、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録